んにちはこのアングルどうすかまた面白いアングルに。首に違えるアングル。すごいアングルですね。今回この画角にしたのはですね。はい。まあ先にどんな企画かっていうタイトルをね、はい。いきたいと思うんですけど。はい。今回タイトルありました。タイトルを皆さんご存ございます。最近めんくせでタイトルつけてゃかったんですけど。題して、一般庶民によるホームシアターのすすめ。おー。なるほど。やっぱ映画好きな人、誰しも憧れると思うんですけど。うん。 自宅にホームシアター欲しいじゃないですか。欲しい。今回ちゃんとホームシアター作ったんですよ。でもあの、お金持ちだけだと、お、う思いじゃないですかホームシアター作る。なんかね、あの、音響とかちゃんとやってみたいな。そう。ただ今回、庶民の高木がですね、10万円ない。うん。ごめん、5万はかかるわ。うん。5万から10万ぐらい。なるほどね。うん。で、誰でもホームシアター作れる方法っていうかコツみたいなの。はいはい。 ちょっと紹介して、本当に僕が何つか、何で作ってるかみたいなのをちょっと紹介させていただけれいな感じで。みたいなかも夢じゃないですか夢。でかい画面でいい音で。確かにそれは夢っすね。めちゃくちゃいい。普段テレビで見てるんでね、やっぱり。僕やっぱホームシャッター作って、あの、単館映画見に行くのあんまなくなったかも。え、ちょっと欲しいな。ということで、まあ、じゃあ、高木一体何、何をやったんかっていうね、まず紹介すると、今回実現させたのが、 プロジェクターによる大画面スクリーン。うん、まずここの画面にドーン出ます。うん、これ白壁っていうのはだいぶメリットす、ね、あ、まあそう、ね。家が。でも白壁じゃなくても、うん、あの前の家やってたけど、うん、白いスクリーン。買ってましたね。アマゾンで全然数千で買えるんで。ねはい、でかい100型とかかな、はい、テレビあれを天井からぶら下げるか。まあちょっと金出しはこの、うん 引っ張ってガーって上に上げたり下げたりできるやつ持ってるから。ま、それでもありかな。で、もう一個が5個のスピーカーによるサランドシステム、今回。これ5個って結構ハードル高くないですか皆さん5ですよ、5! けどそのカラクリも今回言います。画面にギリ映ってると思うんですけど、ま、これね。ああ、そうスピーカーちゃんね。で、あの子ね。ここにスピーカーちゃんがもう一人。で、この前方のこの中に棚に入ってるんですよ、3つ。で、あの、事前に見たのがさっきね、これ撮る前に、ドルビーアトモスのあの、 はい。テスト映像みたいな。皆さん、あの、僕この家でね、ドロビアートも対戦させていただきました。いや、もうすごかったっすよ。映画館と同じ。まあ、あれ、音の作りがそもそもいいんで、ヘッドオンでも普通に感動はするんだけど、なんかもう、右から左から、ぐわって、音の波がぐわってきて、雨がパラ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 。鳥の羽とかさ。そうそうそう。なんか迫力がやっぱ、映画館でした。なんか小そばかったりさ、なんか。うなるし。 これでホラー映画とか見たらめっちゃ怖いんじゃないかなと思いましたね。うん、うちのシステムまずお伝えすると、はい、まず、えっと、画面にギリギリつってるんですかね。えっと、あれ。あれはプロジェクター。あ、皆さん、ここにプロジェクターがあります。はい。まずプロジェクターがあります、はい。で、高木の家は、うん、えっと、この下に、プレステ4。はい、あ、プレ4、はい。 もう名作ゲーム機であり、名作家で。<laughs> もう10年選手なんだよ、ね。ああ、プレフォーね。プレフォー何がすごいって、っね、ネットフリとかサブスク系が見れる。うん、ネットで見れる。うん、あと、ブルーレイとディブリ見れる。うん、まあ、それだいでかいっすよね。うん。 安くねで、10年ぐらい使えてるから。それで皆さん、ゲームができます。さんプレステ4は、ゲームができます。マルチ、マルチ映画再生機じゃなかった。あの、ゲームがメインの。そうか。うちはだから、プレステ4を HDMI でアンプにつなぐ。で、そのアンプを経由して、映像はプロジェクターに飛ばして。プロジェクターから壁に照射これが映像なし。で、音は、アンプに入った音を、 この5つのスピーカーに、アンプが振り分けて、うん。なるほどね。え、これは別にプレステ4じゃなくてもできるで、ね。もちろんできますよね。うん、ブルーレイレコ、あの、プレイヤーでもいいし。うん、HD 前に繋がれば別に何でもできるっていう。でもでも、高木さん、そんなこと言っても、お高いんでしょ <laughs> でなんだ、この、あの、これマジで何にも気に入ないの、段取り。<laughs> こんな臭い段取りしないよ俺は。取 <laughs> り直すぞ。<laughs> いや、でもこれテレビショッピングの流れかなと思って。僕は <laughs> 高木の、この、うん サラウンドと、はい、えっと、プロジェクター。はい、プレステ4はちょっとっ、まあ、まあ、除外して、も、うん、ってと、ともとは別に、うん、ち違う使い方のものですかこのサラウンド、スピーカーとアンプとプロジェクターで、7万でやってます。はいはい、え ちょっと今、芝居しんになっちゃいましたけど。え、本当に7万でやってんすか ?7 万でやってます。だって、アンプとかだけでも4、5万するでしょう。れ、内訳言いましょうか。プロジェクターが一番高いです。これ新品買ってください。エプソンがいいです。おすすめ。うちはね、一番安いやつ。4万円のやつです。プロジェクター買うならもエプソンです。山田電機の人に言われました。エプソンです。鼻水プロジェクター探して、エプソンです。食い気味で。エプソンの回し物でし絶対そうなんかな。このプロジェクターもう、ね。 前の家でも使ってます。年ぐらい。5、6年ぐらい使ってますけど、本音を言うとその1個上の6万のやつを買っとけばよかった。ああ、え、なんかやっぱ違いがある画質が違うし。あ、画質も違ってくるんだ。あと、あの、暗いとこはね、普通に映るんだけど、昼間明るいときは6万のやつのが映るのよ。ああ、なるほどね。そのスペックはね、比べてほしいんですけど、もちろんテレビは綺麗すよ。けど、でかいにこうしたこともない。確かに迫力がね。そう。 もうそんなでかく映したら、粒子なんてそんな関係ないんで。確か4万。はい。まあ、行っても6万。で、アンプ。とスピーカー。中古です。はい。あ、中古中古です。僕はハードオークで全部探しました。あ、ハードオークなんすね。と、郊外に行ったらね、本当金持ちが全部一式売ったんだな、みたいな結構見つかるし。あと、今の時代便利なのは、その、品番ある、いてあるでしょうあの、ソニーとかさ、デノンとかさ。それの品番調べたら、 レビューが載ってる。何年式か載ってる。スペックが全部わかる。あ、それを調べて、いいのを買う。自分の、自分に合ったやつを買う。販売価格がいくらなのか、何年に出たのか、どういう繋ぎ方してどういうのが聞けるかとか、スペックが全部わかるから、それでもう、すっごい買いやすくなった。なるほど。 当時5、6万ぐらいかな二千十2013年のやつで、10年前のやつ買ったのこれは1万8000でした。あま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 あいいや当時5、6万したけど、中古で1万8000。万なるほどね。いや、スピーカーは、もう結構安いです。これ1個ね、2000から3000ぐらい。え、そんな安いんだ。全然買える。へえ。ー。っても、LR2 個セットで1万とかよ。あこの下のやつも結構そんな安いんすか2 3000ぐらい。へそうなんだ。 前のやつはケンウッドってば、はい、ケンウッド多分新品で1万ぐらいだと思う。へそんなに別に。え、でもそれであのサラウンドシステムできるんだったら確かに。数ですよ、数。数の暴力。うん。いや、もちろん、あの、いろんな流派ありますよ。あの、でかいスピーカー2個の方がいい音が出るっていう人もいるし、ただ映画は本当確かに。後ろからも来るっていう迫力がチーム戦なんでね、スピーカー。だから、これ、スピーカー全部で、まあ、 だいたい1万2千ぐらいですよああ、なるほど。だからアンプ1万1千でしょ、うん、だから音で3万。で、プロジェクターで4万だから7万。確かに。7万できるすごいな確かにそれで7万でこのシステムができるんだったら、まあ確かにありかもしれないですね。うんうん、で、あの、そもそもそのドルビー。はい。この5.1ちゃんサブサラウンドシステムっていうのは、うん 映画向けに作られた企画で、そう、あの、ブルーレイとかサブスクとか今全部、映画の企画って5.1チャンで作られてるんですよ。チャンネルあるってことですもんね。ホームシアター、家で見るもの、映画館はね、もっと7.1チャンとか9.1チャンとかあるんだけど、この5.1チャンって何かっていうと、そもそもね、えっと、数です。スピーカーの数。今5個あるでしょ、スピーカー。1、2、3、4、5。5チャンネル。5チャンネル。で、点一ってのはサブウーハっていう、低音が強いスピーカーを、 中央にもう一個置く。なるほどね。うちはまだ置いてないんだけど。はいはいはい。それを置くことで5プラス0.1で5。なるほどね。だから今ネットフリックスとかアマプラとかでよく見てみてください。左上とかに多分5.1。歌詞出せ書いてる書いてるでしょ。はい。それはこの企画でちゃんと作られてる。はい、だからそれで再生すると。より迫力とか。そう。それで再生してそのアンプがそのまま、その、決まってるわけですよ。右の後ろのスピーカーからはこの自由の音を出すとか。 左の前からセリフの音、で、右の前から車の音みたいなの全部決まってんの。じゃあ、それをやることによって初めてそれの進化が出るみたいな。そう。実際の、決められた、設計された音が出る。はい、普通のテレビとか、スピーカー、あの、右左の二つのスピーカーだと、それを、まあ、うまくこう、平面で分かりやすいように出してくるて、はい。なるほどね。 やりてぇ <laughs>。<laughs> プライベートライアンとかやばいよ。もうこの辺でチュンチュンチュン。<laughs> いや、確かに。えっと、なんか飛んできたみたいな。こうでドカーン行って、こっちでなんか、あの、兵士の声が聞こえてとか。やばい。おもろ。確かにそれで戦争映画見るのは結構、迫力あるかもしれないですね。じゃあ、うちはこのアンプにプレステ4。映画を見るときはプレステ4。<はい S 2> で、今、レコードプレイヤーとカセットプレイヤーもあって、それもアンプにつなげてるんで。<うん S 2> え、すごい。 アンプってそんないっぱいつながるんですかめっちゃつながる。で、そのアンプの、その、デモコンみたいなので。そう、切り替える。カセットとか、設定を事前にやっといて。ね、カセットは、こういう音で出しますとかを全部設計できるんでもそれはまあ、最初はめんどくさいけどやって。まあ、そうそうそう。それで、もう快適にできるみたいな感じなですねそうそうそう。まあ、音楽好きな人からしたら、雑魚オーディオっすよ。めちゃくちゃ雑魚の。オーディオマニアって言いますもんね。だ、もう、あの、 最近なんか思うのは、ファッションでも、あの、音楽でも、ね、そこそこって大事。そこそこって感覚。なるほど。飯とかも。だから、そこそこいいのが、多分7万ぐらいでできますよっていうのを今回お伝えしたかった。まあ、例えばこれが2、30万ってなると、あちょっとしんどいなってなっちゃいますけど、確かに入門編的にはいいかもしれないですね。いい買い物だと思うんだよね。 今まで結構もうちょい金かかるかなとかさ、もうちょいめんどくさいかなと思ってなんかやってなかったんだけど、いざやると、もう結構みんなやった方がいいなって思って、うん、今回。なるほどね。うちのチャンネル結構ね、映画館だけじゃなくて家で映画見る人もいると思う。と、うん、いうことで、はい、ちょっと変な動画でしたけどね意外と面白かった。<laughs> 7万円でまあ、うん、そこそこだったら全然いいよっていう感じなんで、はい、ちょっとぜひおすすめなんでね、はい、やってみてほしいです、ね。ちょっとやりたいなと思いました、ね。 普通に視聴者の人のなんか鑑賞スタイルっていうか知りたい、ね、テレビで見てるのか、<で>俺をプロジェクターで見てますようなのか、スマホで見てるとかるね、あとお供とかね、うん、ービール飲んじゃほどね。スナック菓子とかね、アイスとかね、この時期かどんなスタイルで映画見てるのか。うん まあ、あと、うちの動画ね。はいまあ、多分、スマホだね。確かに、スマホで見てる人多いかな。うん。なんか、そういうのもコメントで教えていただきたいと思います。うん、はい。はい。では、面白いと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録。よろしくお願いします。すこの体勢ね、腰がずっともう、こう、ひねってるよね。しんどいっすね。<laughs> <laughs> いや死シネオハスとクラブでした。はい